皆さん、こんにちは。運の塾の運のです。運の塾はですね、水曜日の夜と土曜日一日研修を行っておりまして、水曜日は現在ですね、コロナウイルスの、エコノミストの記事が中心ですけれども、世界の政治経済を、時として軍事の問題を扱っています。で、土曜日はですね、午前中が、日本の精神なんですけれども、これは現在はですね、日本の精神とは関係ないんですが、やっぱり日本人として勉強しておくべき必要があると思って、36系の勉強しています。これもあと1、2週間で終了しまして、その次のテーマをに進んでいこうと思っています。で、午後はですね、もう丸5年間、エドさんとですね、4時間、世界の異文化についてですね、議論しています。現在は、八公一宇とか、大東亜共栄圏、さらには、東京裁判ですね、それから GHQ 戦後何をしたかとかですね、靖国参拝はなぜ、言ってはいけないのか、総理大臣がですね、西欧、ウェスターナってヨーロッパの欧米の方々と、日本人の意見のギャップが激しいところをですね、このところ集中的に議論しています。今日はですね、今日のテーマはですね、アフリカの債務危機は COVID-19 との戦いを阻害していると、そういうふうな、どういうことかというと、やっぱりこの COVID の、 その公衆衛生とかですね、そういうふうなことに対して、いろいろやらなきゃいけない、プロテクトしなくちゃいけないんですけれども、ともかくアフリカは債務が大きいと。で、そのためにどうしても先進諸国みたいなですね、費用を払えないという問題ですね。で、政府は債務者に支払うのか、お金を返済するのか、それとも感染した感染者の生命を救うのか、選択しなければならないというテーマですね。それについて今日は少し解説したいと思っています。こうした記事をですね、運の塾通信に上げています。で、実際一般会員の方はですね、この最初の一段落のこの短い文章しか出してませんけれども、年会費1000円払っていただいて、月会費ですね、1000円払っていただいている方にはですね、このエコノミストの記事全文をですね、このように提供しています。で、この次のグラフはですね、これの債務のデッドサービスコストですね、返済の返済額の金利の多い国、ガーナが総収入の 40%、 すごいですね。ザンビアが 32.3%、 エチオピアもですね、テドロス事務局長が出てる WHO のエチオピアはですね 17%、 これは全部中国への返済ですね、になっています。そういう立場もあるので、テドロスさんもですね、どうしても中国寄りになってしまうのだろうというのもやぶさかではないと思います。それではですね、中身に入っていきますけれども、こうですね、一番最初のところに2016年の時はですね、アンゴラでは公衆衛生費用の6倍ものお金がですね、債務の返済に支払われていたということ。それからサブサハランの北アフリカっていうか、北アフリカのちょっと下の部分ですね、砂漠地帯、マリとか、ああいうその、国ですけれども、その15カ国は、やっぱりそうひどい状況だということですね。で、富裕国は GDP の 8% が公衆衛生の対策費に当てているんですけれども、なんとね、こういうアフリカの国は 0.8% ということで、とんでもない数字ですね。ですから、なんて言いますか、人工呼吸器とかですね、そういうその重篤者の対応ってのはほとんどの国は対応取れない、せいぜい対応取れるのは南アフリカぐらいでしょうかね。そこは人口6000万人ですけども、かつて白人が支配していたんで、それなりの先端的なですね、設備が整っています。あとはですね、やっぱりほとんどないっていうのは実態でしょうね。で今回のパンデミックによってですね、コロナウイルスが拡散してしまったら一体どうなるのかっていうのはもう全くわけわからない状況。今先ほど見せました
アンゴラ、エチオピア、ガーナ、ザンビアですね、巨大な債務を抱えています。で、サブサハランが特にですね、所得が低いので、2018年にはこの債務がですね、GDP の40%から59%というふうな、18カ国は過剰債務だということなんですね。そういう状況です。で、その次にですね、今アメリカなんかもそうですけど、住宅ローンの支払いを延期することを認めるようにしていますけども、アフリカではそれどころではないわけですね。例えば2005年の時の不況の時はですね、 GDP の 100% の公的債務の減額があったりですね、2012年の時には 40% のその減額があったわけですね。ですね、そうですね。で、IMF と世界銀行がそれを支援したわけですけども、今問題はですね、中国なんですね。アフリカには2000年以来中国が1460億ドルを貸しているんですね。で、問題はですね、世界銀行とか IMF みたいな公的な機関ではないので、今回の G20 でもですね、各国強調してですね、後進国とか発展途上国の債務を支援しようという話になったときに、中国だけは同調しないで個別にやるというふうな決議をしたんですね。そこにはやっぱり彼らなりの思惑があって、カメルーンでしたか、あれは国連のどこかの一つの機関のですね、議長カメルーンがその撤退するということで、中国がその8000万ドルですかね、返済をですね、延期したという話が上がったありましたね。そういうふうなことで、アフリカの今の債務の状況があってですね、健康衛生をどうするかとか、それに対して経済封鎖をするわけですから、それに対する景気刺激策をどうするかっていう、借り入れ返済があるためにそういうふうな費用を当てられないっていうのが現状なんですね。で、実際にはその債務がですね、 IMF とか世界銀行であれば、それに対する返済を延期することはできるんですけども、中国から借りてる場合には、彼らがその代わりにですね、そういうふうな交渉っていうんですかね、鉱山をよこせとかっていうふうなことを言ってきたりしますので、なかなか難しい問題が出てきているっていうのが現状だと思います。そういう意味でですね、貧困国の問題っていうのは結局デフォルトになってしまうという形勢がかなり高いわけですね。で、さらにですね、国家レベルの借り入れのほか民間レベルの債務もありましてですね、1150億ドルあるんですけれども、ただ商業債権の場合は2022年前の償還はないので、金利の支払いがあると、金利も支払いもバカにはならないということですね。そういうことで、今回アフリカですね、これ最後に書いてありますようにですね、税収が少ないとかですね、資源価値、資源も安いですね、原油なんかもだいぶ戻ってきましたけど、まだ安いですね。そういう中であって、もっと問題なのは国の為政者、政治家ですね、責任感が乏しい国家もたくさんあるというような中で、パンデミックはどんどん拡大していくということですね。今南米はボルソナロの、ブラジルとかですね、結構感染者が拡大してだんだん危機的状況になってきましたけど、アフリカが一体どうなるのかっていうふうなこともかなり懸念されます。で、ただアフリカの場合はですね、西欧諸国とか、東南アジアの、東南アジアもそうですけど、ともかく国が年が若いですね。ですから、ある国は平均年齢が10代という国もいくつかあるぐらいで、そういう意味では高齢者が少ない。ですから、重篤者がやっぱり少ないというふうなことは言えると思います。それでもですね、
まあ、人口が多いですから、重篤点出た場合には看病できる人工呼吸器もなければ、それに対応取れるようなベッド数も極めて少ない。まあ、せいぜい対応取れるのは南アフリカぐらいですから、かなり厳しい状況がこれから発生してくるだろうというふうに想像されます。まあ、そういうことで今日はアフリカの話をしましたけれども、以上で今日の話を終わりにさせていただきます。また明日もよろしくお願いいたします。